皆さんこんにちは、ミライです。今回はですね、こちらじゃじゃーん、作り置き。はい、今回はですね、作り置きを全部で5品やってみました。まあ、詳しくはですね、動画いっぱい見てくれれば嬉しいなと思うんですけど、今回はこんなしりしりだったりとか、あとはこういったレンコンとピーマンの柚子胡椒炒め、あとはですね、この煮卵、あとはナスでつくねを挟んだような、そういうハサミ焼きみたいなやつと、これはいろんなものに使えるなと思ってミートソースを作ってみました。今回はですね、全部で5品作ったんですが、時間はだいたい90分ぐらいでやれました。まあ、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。まずはじめにピーマンの細切りをします。今回はですね、3つ使いました。そしてしめじをほぐします。好きな量で大丈夫です。そして余ったものはジップ袋に入れて保管してます。水煮のレンコンをオリーブオイルで炒めていきます。ピーマンとしめじもある程度ですね、火が通るまで炒めていきます。火が通ったら料理酒大さじ2ぐらいと醤油大さじ1、みりん大さじ2、柚子胡椒はもうお好みの量で全然大丈夫なんですけど、それを加えてまた炒めていきます。はい、完成しました。保存容器に入れます。次にナスのはさみ焼きを作っていきます。玉ねぎをみじん切りにしていきます。今回は半分玉ねぎ使いました。そしてナスのはさみ焼きの分はレンジで500ワット2分で加熱しました。そして加熱してる間に、次はですね、玉ねぎをまたみじん切りしていくんですが、今回これはですね、ミートソースのものを作ってます。加熱し終わったら少し冷ましておきます。で、ナスのはさみ焼きは輪切りにして、ミートソースはですね、みじん切りにしていきます。そんなにですね、火が立ってないんですけど、種が結構出てきてちょっと気持ち悪い感じになってます。あー、気持ち悪いね、マジで。冷蔵庫にね、入れて多分ね、2日とかしか経ってないんですけど、やっぱりナスはですね、傷みやすいですね。そしてナスのはさみ焼きなんですけど、娘がまだ皮が食べれないので皮を剥いていきます。後で思ったんですけど、この皮もね、みじん切りしてミートソースに入れちゃえばよかったなと思いました。ちょっともったいないかも。
そして加熱した玉ねぎと鶏のひき肉を一緒に混ぜます。そして醤油を少々入れます。でこねこねしていきます。そしてナスに片栗粉をまぶしていきます。そう、今回はですねバットでしたんですけど、ポリ袋に入れてシャカシャカ振った方が本当に時短になりそうだったし、簡単なので手も汚れないし、そうすればよかったなと思いました。でアルミホイルをですねまな板に敷いて、種をナスで挟んでいきます。ハンバーガーみたいにですね上と下で挟んでいきます。そして煮卵を作ります。卵を茹でていきます。そしてオリーブオイルをフライパンに敷いて3分くらいですねナスのはさみ焼きを焼いていきます。そして煮卵をですね移動させたんですけど、これねひっついてないんですよ、ほんと最悪片面焼けたらひっくり返して弱火で蓋をしていくんですけど、本当にこれはですね裏返しにくかったです。最初はですね中火で3分ぐらい焼いたかなと思います。そしてミートソースですね、フライパンにオリーブオイルを敷いて鶏のひき肉を炒めていきます。片面焼けたらひっくり返して弱火で蓋をして焼いていきます。蒸し焼きみたいな感じですね。そしてミートソースの方に玉ねぎとナスのみじん切りを加えて炒めていきます。そしてある程度火が通ったらトマトピューレ大さじ3とコンソメ1粒を入れて炒めていきます。味付けはとってもとってもシンプルです。はい、ミートソースの完成です。容器に移していきます。そしてナスのはさみ焼きなんですが、味付けはですね醤油大さじ1、料理酒大さじ1、砂糖は好きな感じでやってます。そしてバッとフライパンに入れて、ちょっとねタレがこうとろみがつくまでしっかり混ぜてというか火を通していきます。タレにとろみがついたらナスのはさみ焼きにですね絡めていきます。はい、完成です。容器に入れていきます。すごいねぴったりのサイズでした。そして最後にですね小ネギをかけます。ちなみにこれは冷凍です。そして煮卵を作っていきます。みりん大さじ2、醤油大さじ2、砂糖大さじ1、料理酒大さじ1を入れて、ひと煮立ちさせていきます。そして粗熱を取ります。その間にしりしりを作っていきます。人参を細切りにします。
もう本当にね、これはね、めちゃくちゃ飛びますね。今回はこのぐらいの量を作ります。レンジで500ワットで1分加熱していきます。そしてまた煮卵に戻って、粗熱を取ったらタレをジップ袋に入れてゆで卵を入れます。できるだけ空気を抜いて、まあ、あとはですね、放っておくだけ、そんな感じです。そしてしりしりですね、加熱した人参をごま油で炒めていきます。レンジで加熱することによってフライパンで加熱する時間が短くなるので時短になると視聴者さんから教えていただいて、その方法をやっています。そして水煮のツナを入れて炒めていきます。そしてある程度火が通ったら白だしを適当に入れてですね、さらに炒めていきます。はい、完成です。容器に入れます。はい、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも参考になったら嬉しいです。今回は、作り置き5点やってみました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それでは。